超き太郎ファン、そして宝島6のファンの皆様、ね、とうとう来ました。もうね、宝島6お別れです。もう今日でもうお話できません。なんと今からは宝島7、堂々と宝島7と名乗れますね。まなみ、ね、本丸、ね、やっとこの田村ルナと対抗できるんじゃないかと。もうね、あの、 うん内田理子を凌駕するようなね親殺しですからねすさまじいですね,ね今までで「宝島クスでちょっと遠慮して私言っときましたね被害者の、ね、名前を使うのは不謹慎だっていや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 もう今日から加害者の名前を冠につけているわけですからねン縁起がいいですねエイトにならなきゃいいかなっていうふうに思っております ねえ。もう2ヶ月半、来る日も来る日も、毎日、ねもうやめろ。もうしつこい。もうネタがないのかと言われながら、ね登録者数も減り、再生数もどんどん減って、不安の数も減りながら、それでもそれでも、もう今日我慢できず、思わず、本来だったら、今日のプレミアの配信にね、ねひどいアンチコメントが来たので、もう私、心が折れそう。ねそんな、 ひどい言い方するんですよ。そいつらは。ねなので私、思わず、ね言ってしまった。ねそしたら、ねもうこの21時プレミア配信用意してたんですよ。ねそれが、なんと、ね今日、神様はいるんですね。蝶癖太郎を見放せなかった。学び逮捕。ね私はね、あの、震えましたよ。 ね、私は <laughs>、もういいか、やめどこか、これ。<laughs> もうこれ,とこれやめ、やめどこか、これ、ずっとなって、ね、本当に <laughs>、どこまで行くんだ、この話みたいになっちゃうから、ね。ね、みんなも思ってますよね。もうええって、他に配信ネタないのか、この男は、確かに。犯人たちはやったことは悪いが、あんたは無関係な人間でしょ。被害者家族もいるわけだよね。被害者家族がやっております。 はい、このことは私は最初から分かっていました、はい、もう間違いなくこれは、うん、長女直近の人間しかやれないただ犯人の数が多すぎて、うん、下っ端が多すぎて、うん、これでぼやけていったんで、うん、本丸にやっとたどり着いたということですね、うん、もう警察も分かってたと思いますよ最初からもう警視庁は。 だからまあ報道にしたってね内縁の夫ね内縁の相手長女が怪しい花から怪しい大体このところこの内容ってみんなねもうドンキ三点セットって睡眠薬が出ちゃってねハンマーね電気コード睡眠薬ね特に睡眠薬が怪しいなって思ってたんですよこれうんあの こいつらがやれそうな考えそうなやり方じゃないんですよねどっかで睡眠薬っていうのはこのなみの入れ知恵、うん、まあそれと皆さんこれ考えを改めなきゃいけないのはまあ私改めてああのずっとこの関根は紐でねろくな男じゃないと女で飯食ってるようなやつだから資産があるなみに近寄って実家が金持ち 商売してるで最初からバイトで入って、ね、こうのし上がっていってこの女を垂らし込んで、ね、金をそんな玉じゃないですよこのまなみは逆です逆です。 積年みたいなやつならうまく使える。最初からそうだったとは思わない。ね。なんかの教師でこれ、あの、付き合うことになったのか、まあ、最初に働くところないから、なんとか紹介してくれないって言って、バイトから入ってマネージャーになったぐらいから、あれこの男使えるなこいつうまくやれるんじゃないかね。そう思って、ここをこういうふうにさせていった。で、マネージャーだったり、いろんな地位を上げつつ、ね。 やっていって、飲みの心臓の関根が、幸子さん、そして、龍太郎さんのこと、はいはいって聞いてたのに、逆らうようなベクトル、マインドになるっていうのは、血持ちのまなみさんが空気入れるしかないわけですよ。だって、ここに見限られたら終わりなわけですよ。それには、関根に美味しい目に合わせとかなきゃいけない。 近所では評判がいい。他の人間には、あの、こわもて風にはしているけども、ね、持ち回れない金持って、いいもの着て、いい車乗って、調子に乗って、もう学みの言うことを逆らえなくなっているということでしょうね。うん。まあ、この学みも何不自由なくね、えー、育てられて、ね、好き勝手やってるのにもかかわらず、ね、幸子さんのお子、子供で、ね、龍太郎さんから見たら連れ子ですよ。 こんなことになるとは。まあ自分の実の母親を殺す。いや、例えば虐待があったとか。いやね、なんとかっていうなら、うん。まあそれもどうだかわからないですけど。金のことですもんね。要は、経営権なり、この内容を自分の手にしたい。一手にしたいからっていうことですよ。 そんなうまくいくわけがないですよ。私はおかしいなって思ったのは、ここ、こうなった事件が起こった時に会社を売却しようというような話を持ち出して、こいつバカだなと。だけど、そんな話って、正直言って私たちも言ってますよね、みんな。まなみさん親族がオッケーしたかったら、絵の描いた餅じゃないかと。そうなったところでなんで制覇のところに落ちるんだって。まなみさんと、要するにまなみと娘と、強固な話ができたかなと、そんなことになるわけがないよ。 金の流れはどうなんだって、そうなったところで、集金の金額は責任のとこ来るわけないで。こうなっても、やっぱり何点かは営業してる最終ところのお金は、学びのとこに来るしかないわけじゃないですか。ね。まあもう一人、娘さんがいるという話なので、海外に行ってって。ね。まあ今日本に戻ってるかどうかっていうことはわかりませんが、ね。そこら辺のこともあったり、一旦役員になってたものを外れてまた戻ったりとか。 ねそ。その関連子会社の役員には責任がなっている。で、要は、幸子さん、龍太郎さんもそこまで責任を信用してないわけですよ。言ったところ、やっぱり、娘が入れてきている。だから、経営とかそのお金のことでは、やっぱり信用してなかったんじゃないでしょうか。本当に100%。でも、他にいるわけが、いるわけじゃないので。日本に親族がですね。 やっぱり娘に頼らざるを得ない。下の娘はまだ学生。うん。で、え、ナ、ま、ミは日本で育ってるんで、日本のマインドはわかる。言っても、海外から来て日本に馴染みが薄い父親、母親っていうのは、やっぱり日本の召集官の中で商いをしてるわけじゃないので、やっぱり周りとあすを生む。うん。ね。 まあ今日プレミアなんで、皆様の意見もね。そう、もう本当に、ね、皆さんね、ここまで、耐えて、ね、やってきましたよ。ね。うん、面白おかしくやって、ここです、ここです、ここです。ね。ここのところが出るまで私、もう持久戦でしたね。確たる証拠っていうわけじゃないけども、情報的なものもはっきり分かってましたし、この流れも分かってた娘が関与してるわけないわけがない。うん。 まあ、内容がね。途中でおかしくなることもあったんですよ。関根逮捕、前田逮捕殺人でその時に他の嫁ね処分保留になってるんですよね,ね。この内容、皆さんね。あの思い出す前に皆さんこの旧宝島シックスの名前を唱和しましょう。<laughs> 逮捕順に。 平山良健佐々木光菅元希和歌山キラと関根制派前田涼そして宝島愛美ね皆さん覚えましたよねはい合言葉合言葉長いですよこれ言え,ない言えないとこのグループに入れないですもんこれねこの,のね宝島セブンのイベント 上のおかち町で開きたいいと思いますね供養を兼ねてその時に入り口にこの言葉を言えないと空で言えないとね入れません、うん、ねそして一軒ずつあの宝島ロードにあるその店をね回っていくという、ね、ツアーね <laughs> 不謹慎すぎるけどね、うん、それが何だとね、うん、それぐらいおかしな事件ですわこれ不思議でねうんやばいですよねこれうん 31歳ね、まあ写真とか画像で皆さん見てますねこれからどんどんどんこの女の正体が分かってきますよこれね今ね北海道両京都いますからね内田有子それから田村ルナでこれ宝島まなみやばいっすねね。うんねえああルナとであの年が近いのかねえ なんか、こんな風になっていくと、殺人鬼みたいなね。アメリカみたいですよね、これ。日本じゃないんだね。日本じゃないみたいですよね、こんな。こんななんか。ねえ、うん。対談させてみたいよね、この三人、うんうん。だけども、ルナは死刑にならない。内田理子も死刑にならない。この宝島愛美は死刑です。はい。ねえ。 さあ、これ、後の6人は、どれだけの量刑が、ここで、僕ちゃん、関根が泣いているか。ね。僕は関係ないと。まなみに言われたんだ。言いそうだよね。もう言ってるからこうなったんかな。もう、だから、ベロンベロンに言っちゃってるから逮捕にこぎつけたんだろうな。僕ちゃん、自分の女も守れない。まあ、無理でしょうね。だから、ここに行くと、まなみも、関根みたいな、こちんぴらを選んだのが、まあ、運の月。ね。で、金に、 言われ、ものを言わされて、やっちまった。要するに、責任は何もしてないわけですよ、要は。電話で連絡しただけなんで、金もらって。自分何もやってない実行行為も何も。ほぼ。他にやらしてるから。やった実感がないんですよ。言われたことを伝達しただけですから。佐々木に行った、前田に行った。ね。だから、本当に、なんでっていうのが。なんでだけど、思いがいな、お前がいなきゃ成立しない。 いや、じゃあ、佐々木にしたってそう。佐々木ひかるが、これら下の人間に言わなかったら成立してないんですよ。これね、本当に馬鹿みたいな事件なんですよ。本当に。小学生が書いたような、その殺人ミステリーみたいなもので、こんなの題材にならないのが、本当に馬鹿のキラトとガンキが殺しちゃったことで成立しちゃったんですよ。 ね。殺すことはできても、後のことが何にもその瞬間にバレてる。さあ、ここですよ。ね。顔の、オーダー。変形するまで、一週間かからないと本人がわからないほどの、このオーダー。これは、誰の依頼だったのかっていうことですよ。ね。関根がやれるのか関根が恨んでるって言ったって言って、皆さんちょっとピンとこなかったですよね。 ねそんなことできるのかって。じゃあ、元気とキラトにやらしたのなんでサチコさんだけ途中でやめたのもう一人はここですよね。どうしても許せない何かがあったのかなまあ、こっからはね、順を追って、後半に至るまでに、この娘がどういうような態度でどういうふうにするか。ねまあ、内々で、 えー、インタビューとか話をしている人もいるのかもしれない、うん、そういうことが分かってくればっていうふうなんですけどここは分からないですよねうんまああとはこの愛美の同級生直近の友人学校の時のいろんなものが出てくると思いますそれによって分析していくのはね面白いかと思いますねこれはねまあここに言う被害者のことを ね被害者の方に感情移入できないんですお父さんお母さん。自分が蒔いた種とは言いませんが、ね、こんなこと、自分の娘に殺されるなんて、まあ中にはね、欲得だけで、ね、やはりただ母親の幸子さんの言動とか、立ち振る舞いとか、ね、宝島ロードをのしのし歩く姿、ね、罵声を浴びせる、ね、そういうような店のやり方を見ていると、ああ、結果こういうことになっちゃうんだなと。 宝島幸子さんが何か罪を犯したわけじゃないですよ。でも、実の娘にこんな殺され方するなんてってどうなんだっていうふうに思うのは私だけでしょうか。ね。なかなかないことです。さあ、この娘のまなみが母親に対してこの憎悪の念をね、どういうふうに持っていくか。そうですよ。こっから変わるんですよ、話が。ね。今、えー、経営権を自分の手に、それだけなのかと。 そんなこと言ったら罪が重くなる。まあまあ、変わらないですよ。もうこれ。ほぼほぼ。ね。いや、向きに落とせるかいや、難しいと思うな、これ。金で、金で頼んだことっていうのは了解していたはずだし、実際その後店も転売しようとしたことは間違いないので、そんなこと裁判所も、ね、裁判員、裁判員も認めないですよ。あ、だからしょうがないのね。 ととととなるる母親に困難された難されれたたんっってていううことを言ってくると思うんですよ、ね、幼少期こうだった、寂しかった、つらかった、そんなものは甘えですわ、ねね。使いたいだけの金とやりたいだけのことやって、ね、何の不満があるのか、結果こうなるということですよね、うん。いわばこうなってくると、関根も利用された。となると話はちょっと違ってきますね。関根も利用された。 可能性もある。だからといって責任に同情することもないです。ね。そんなアホなことを言ってしまった、やってしまったんで。その責任は重い。じゃあ前田も、ね。喜んで風潮して、率先して動く。自分が動いた赤月には学びからの褒美がもらえると思う。ね。自分も宝島ファミリーのね、利権を得た会社のね、自分が重要な役に座れるかと思うでも思ったんでしょう。甘すぎます。 一生刑務所から出てこれないと思います。死ぬことがなくても分からないです。死刑になるかもしれません。この図式を見ると、なかなか許せないですね。そうなってくると、かわいそうなっていう風に感じるんです。キラトとかガンキ。でも、こいつらも一緒です。ね。眠ってるとはいえ、首を絞めて二人も殺すなんてことは、通常の感覚でできません。これらをシャバに戻していいわけがない。ね。 まあ死刑か無期かっていうところのね、せめぎ合いだと思います。皆さんどうお考えですかまあね、これ話してったと延々と話せますね、これ。だけども、これをなんで面白おかしくって言ってるんだけど、面白おかしくでもこのことを残していかなきゃいけない。こんなことになるよと。本当にうかつに考えて、うかつにね、やった行動がもう台無しどころじゃないってことですよ。人生を終わらせるとみんな。ねさあ、これ。 宝島セブンが8になるのか。わかりませんよ。まだ。本当の本丸。本当に学びに空気入れた人間が出てくるのかもしれません。これで終わればいいんでしょうけどね。まだまだ続くと思います。明日からもどんどん続きます。よろしくお願いします。宝島セブンのお話です。以上です。